とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。タワーシーズン5、皆さん、周回してますか？今日はコメントいただきました。ありがとうございます。30回のボスの倒し方、いろいろと教えてもらうんだけども、また一つ、最適なやつ、ありました。これ結構面白かったので紹介させてもらいます。ではアイテムを入手しながら30階まで向かいましょう。まず2階の報酬ブーツ忘れないようにしてください。周回スピードがぐっと上がります。6階に着いたらショートカットを忘れずにやっていきましょう。今のところまだ修正は来てないので、ここでショートカットをすると敵が出なくなります。これで高速周回ができるね。10階の報酬、ここでもブーツを取っていきましょう。ダブルブーツでさらに早く攻略することができます。16階の報酬です。ここでこれ、黒曜石のクレイモアゲットしていってください。続いて17階、いつもの通り弱体化のドラですね。そして19階の商人です。ここで星なき夜に変えちゃいましょう。21階です。ここは、雑魚敵というか、この花が出てくるんだけども、結構ね、鬱陶しかったのよ。でも、この星なき夜があると、まあ、難なくクリアすることができます。まあ途中でね、武器防具を揃えていけばいいんだけどね。25階の報酬です。防具を変えます。山猫のアーマーですね。そして28階です。28階で魂のクロスボウをつけていってください。別に使わないんだけども、全体的にパワーが高ければ、この金細工職人で、星なき夜がね117まで上がります。あれね、弓を取ってなかった場合は、115までしか、パワーが上がりません。このね、2がね、結構重要で、ダメージが1000ぐらい変わってきます。それが結構重要なので、忘れずに取っておいてください。では、下に戻ってきます。戻ってきました。では、エンチャント入れていきましょう。まず、山猫のアーマー、臆病ですね。これを3入れてください。そして、星なき夜、アーティファクトシナジーですね。80% ダメージが上がります。そして、ダイナモですね。で、こっちは別にいらないんですけども、まあ、クリティカルか、虚無、そのあたりを入れてればいいと思います。まあ、今回入れないですけどね。倒し方なんですけども、この星なき夜の2発目のこの範囲攻撃、ドカーンってやつ、これを当てるっていう倒し方です。当ててしまえば、ワンパンで倒すことができます。普通に当てると無理だよ。でも、ドラを当てて、さらに、ドラを当てた時に、アーティファクトシナジーが発動します。あ、違う。アーティファクトシナジーだね。そうだよね。これで 80% ダメージが上がります。で、ボスが出るまでに、ダイナモを4回入れることができるのよ。まあ、5回入るかもしれないけど、まあ、4回入れれれば十分です。4回、ダイナモを入れておいてください。で、ボスが出る前に1回、武器を振っておいてくださいね。で、攻撃。ワンパンです。この武器の2発目を当てるっていうことを覚えておいてください。最初の1発これだったら、敵は死にません。なので、2発目を、ドラを食らわせた後に当てるというやり方ですね。まあ、慣れてしまえば全然余裕です。これもね、ビーストバーストと変わらず、すごい簡単なやり方なのでおすすめですね。では、とりあえずクリアしてみましょう。撮影中はね、なかなかいいのは出ないんだけども、どうでしょうか。うん、出ないね。まあ、ドゥルバルールでしょう。こんなかだったら。はい。
はい、ということで今日はコメントいただきましたありがとうございます。30回のボスのワンパンで倒す方法をやってみました。これ結構楽しいのでやってみてください。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。